そうだだから私も思ったんだけどね、うん、あのテレビ出てたらさ、うん、みんながその内閣改造してね、うん、評論家の人とかが経済に 経済重視、経済が強そうな内閣であるっていうんだけど、うん、そう見えたいやそう違うでしょ、だって12月の選挙の時も、うん、集団的自衛権、こんな頑張ってやるとか、憲法改正、こんな頑張ってやるとかいうよりは、うん、アベノミックス、アベノミックス、経済の安倍って言って、うん、わーって勝って、勝った後何やるかって言ったら、もう夢中に。あの 戦争できる国路線ががんがん出てくるわけです、統一地方選乗り切って、そして16年の選挙までの間にまたがんといくというね、このなんかやり方というのが、選挙向けの看板というかね、金子さんが言うことは、経済重視というのは隠れみのであって、本当にやりたいことは後ろに隠して安倍さんだって、経済はほとんど分かってないもん。 あなんか怖いなって思ったのはさ、うん、やっぱり安倍さんがすごくその力があって、うん、安倍さんが何ていうかそう歯向かえそうなところが谷垣さんも組み込まれて芝さんも組み込まれてあ,<ー>あと石原さんなんてもう全然石原派1人も入ってないじゃんそうそうっていうといないのかね。人が 安倍さんはそういう意味では自分で長期でこれを政権を握ろうとしているわけですよ、うん、そうすると対抗馬の,、うん、あの、自分の対抗馬になるようなやつを幹事長に連れておくわけはいけないわけじゃないですか、うん、それで石破さんは引きずり下ろしたわけでしょ、うん、で谷垣さんは選挙向けの看板だし、党内基盤、弱いから、うんうん、彼は次の総裁になる。 可能性が非常に低いじゃないですか、うん、安心して入れてしかもまた経済ですとかい昔のけあのけバランスの取れた自民党ですよみたいなそういう作り方本人は絶対またその気があるからさ総裁までやった,たんじゃないの,かかれやみのいや谷垣さん,ん本人はそれなことな谷垣さんだって盗難規模ないもんいやだけどなんかちょっとやっぱりなんかいやそれは政治家だからみんな色,んない色気はあるだろうけど、うん、だからそれが一つ非常にあのあれだ